もしもあなたの家やマンションが1分で500メートルの地下に沈んだらどうする？韓国発都市直下型パニックディザスタームービー、奈落のマイホームの感想。平凡なサラリーマンのドンウォンは11年間の契約生活を経てソウルにマンションを購入。そんなある日、会社の人たちを招いて引っ越しパーティーをしていたら大きな地響きが鳴り響き、巨大陥没、マンションごと奈落の底に落ちてしまい、果たして彼らの運命は？というお話。マンションごと沈んだぞ！誰か！誰か！先日、イテウォンで起きたハロウィン圧迫死問題もそうですが、いつ緊急事態が起こるかわかりません。特に危機的状況になった時の群衆心理が怖かったです。僕もいろんな意味で奈落の底に落ちたので、ドンウォンの気持ちが痛いほどわかりました。ちなみに僕はこの映画の応援コメントを書いてます。ぜひ、チラシやホームページをチェックしてね。あなたの知ってるパニック映画はコメント欄で教えてね。